本日お披露目になりました、来期の5期生のパステルブルー担当の夢星みるさんになります。ライクのツイッターの写真から何枚か今見させていただいております。の方も楽しみにさせていただきます。ライクです、よろしくお願いします。いただきました。どうでしたか？ありがとうございます。それでは自己紹介をしていきたいと思います。はい、私からいきますね。はい、一期生黒色担当ダンスリーダーのマリー姉さんです。姉さんって呼んでください。せーの、姉さん。おはようございます。はい、四期生ロイズ色担当のふーちゃんです。ふーちゃんって呼んでください。せーの、ふーちゃん。リーダーで4期生のミサミサです。ミサミサって呼んでください。せーの、ミサミサ。ありがとうございます。はい、今度こそ5期生です。はい、レモンイエロー担当のユンユンで、ユンです。ユンユンと呼んでください。せーの、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ライク5期生ハニーイエロー担当のほのかです。ほのかって呼んでください。せーの、ほのか。ありがとうございます。よろしくお願いします。イエーイ。はい、いちごミルク担当のノアです。ノアニャンって呼んでください。せーの、ノアニャン。ありがとうございます。よろしくお願いします。イエーイ。はい、バイオレット担当なぎちゃんです。なぎちゃんって呼んでください。せーの、なぎちゃん。ありがとうございます。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ありがとうございます。ではですね、今日お披露目の2人を紹介したいと思います。じゃあお名前をお願いします。パステルブルー担当の夢星みるです。みるちゃんって呼んでください。せーの、みる。ありがとうございます。ピーチ担当のはるちゃんです。はるちゃんって呼んでください。せーの、みる。精一杯頑張ります。よろしくお願いします。はい、かわいいね。フレッシュでいいね。それではですね、次続いて3曲連続いきたいと思います。